神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ R.I.P. 井口。猫が大好き44歳チョコバニラボール、アラインチャンネル略してチョコちゃんと、愉快な仲間たち君たちはモブです。今のところモブです。はい、今日はですね、アルツバンダイスキー場に、まあもう何日か前から P ラボの旅からずっといるんですけど、今日はね、アルツといえば、このね、アルツといえばじゃないな、もうチョコちゃんといえばもうジャンプでしょうということで、グローバルパークをちょっと見に来ました。見に来ました。ちょっとキッカーがね、国内最大の、ゆりさん何メートルですか？20って書いてあります。20って書いてあります。20メートルキッカー、これもう日本最大ですね。そうですよね、はい、20メートルということなんで、様子をお届けしたいなと思います。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。今日はお願いします。はい、今日ね、あのプロダクションであるライダーワークに一応あの許可を得て撮らせていただきます。お願いします。はい、木村キラさんです。木村キラです。はい、お願いします。お願いします。まあ、キラはヨネックスのね、はい、まあ、ヨネックスのチームメイトということで、なんとこの間ワールドカップで最優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。やりましたね。いや、やりました、本当に。公開練習で全然まともに立ってない18を本番で、予選の18なんかもう土下座みたいな着地したもんね。で、あれを決勝でビタビタって、いや、すごいすごいですよね、デビュー戦。はい、そうです。緊張しました？緊張もしたっすけど、はい、やっぱ楽しさが勝ってた。楽しさが勝つんだ。観客も結構多かったので。あ、そうなの。ワールドカップで結構少ないイメージだけどね。いたんだ。あ、結構いました。なるほどね。じゃあちょっと今日はその辺の話を聞きながら、はい、ちょっとあなたのランニングを若干追わせてもらいたいと思います。はい、お金稼がせていただきます。ありがとうございます。多分スピードもう一回ちゃんと見てからいけるといいかな。ね、そう、昨日までは風やったけど、でキラはまあ、最終調整して大会で出すトリックをチョイスして回転数上げていきましょう。はい、こんな偉そうなこと言ってんだったらおめえが飛べや。はい、忘れちゃったんですよ。 あ、残念残念。グローバルパーク入るには変な、あのあれだよね、死んでも文句言いませんっていう誓約書書くんだよね。そうそう、はい、まあ、私も書いたんですけど、書いてヘルメットをかぶってないと入っちゃダメってことで、はい、ということですね。まあまあ、かぶるでしょっていう感じなんですけどね。20メートルですからね。そうです。どう、飛びやすいの？めちゃめちゃ飛びやすいです。あ、そうなんだ。身の回りのお話。はい、今日は どうやって来てんの？車で、家族全員で。ああ、家族全員で、はい、車、あ、で、その後ろのホテル泊まってるみたいな。いや、もう車中泊。車中泊、はい。家族なんで4人、家族4人で車中泊、はい、すごいね。そうです。なんか車の中が、うん、そう、2段ベッドになってて。ああ、そうなんだ。上で両親寝て、下に弟と一緒に。ああ、でも全く同じ格好した弟と。そうです。あ、なるほど、ね、うわ、ランディング長っ。あの2本目ぐらいまで飛ぶともうやばい？いや、全然どこ落ちても問題ない。どこ落ちても問題ない。あ、なんか今人飛んだね、飛んだね。あ、もう本当だ、2本目付近まで行ってんの。ちょうどいいぐらい。そんな飛んだら危なくね？今が18。はい。高校はこの春卒業ってことじゃ。あ、じゃあ次こう、え？いや、今高3で3月に卒業します。あ、卒業なんですね。はい。あ、なるほど。学校は普通に普通に行ってます。あ、行ってる。はい。平日学校行って、うん、土日だけみたいな。あ、そうなんだ、はい、サンデーでワールドカップ3位って取れるもんなんだ。そうですね。すごいね。視聴者の皆さん、あの勇気が湧く発言が出ましたけど、あの多分無理です。ワールドカップ3位になってさ、はい、まあテレビとかでやってないからあれだけど、結構でも周りのやつらはなんか行ってきたんじゃないの、高校の友達とか。
いややばいねみたいな。ああ世界3位でしょ。世界3位だからねまあでも岡本くんは世界2位の男だから、そうそう、はい、ちょっとまだ及ばない、まだ、うん、及ばない。もうちょっと謙虚にいるようにしてください。で家が岡山から家族で福島まで来たの12時間ぐらい半端ねえなマジで。ああそうですか、すごいっすね。これで1本目から普通にピョンって飛ぶわけね。まあ、ストレートジャンプ、ね、ストレートジャンプから、まあ、スピード見て、はいはい、で、まあ、次スリーぐらい軽くふって回して、まあ、そしたら大体なんか距離感覚、回転のスピードとか分かるんで、はい、もうそこから10、40とか。ああスリーが来たらもう10と40なのね、はい、なるほどね。ちょっとその辺の感覚はちょっと私はよく分かんないじゃあちょっとワールドカップのことを聞こうかな、はい、ワールドカップってさそもそもさ、はい、なんか簡単に出れないじゃん。あそうですね。なんで出れたの今回。なんか、うん、ポイントランキングみたいなのがあって、はいはいはい、もう僕ウェイティング枠だったんですけど、まあ、順位がそんな、うん、そんな処置のいる人とか低かったんで、うん、でウェイティングだったんですけど、うん、ちょうどなんか一人エントリーの期日を1日ちょっと遅れてしまって、はいはい、ああでそれでちょうどそのウェイティングに行った僕がポッてなんか出場できますみたいな、はい、言われて、うん、であ出場できるんだ、へえ、しようみたいな。出るけどそうチャンスが回ってきたんだな、うん、回ってきた。もうほんとじゃあ結構運要素で出番が回ってきたみたいな感じだったな、ね、はあ、い、なるほど。まあでもこれで少ないチャンスをものにした人にはなってるから、そうです、まあ、確実に今ググッとね株が上がってる状態ですよね、はい、まあでもね俺うちのチャンネルでも何度も言ってたけど、まあキラの世代ってこうなんかやっぱタイガヒロと、そしてこの間加わっ俺の中では勝手に加わったあのミヤム、あまあその4人だよな、まあ、ヒロとタイガがね今年まで一歩先行ってて、うん、でもまあまあタイガはこの間ねまあ同じワールドカップでね、そうです、はい、優勝して、うん、まあ、表彰台独占だったもんなあの時。いや、そうです本当に熱い世代ですね、はい、まあでもそれ以外でもなんかうめえやつら下からどんどん、ああそうだよな、ユートとかもやべえ。なんかさワールドカップとかでさ、はい、お腹痛いってなった時さ、はい、もう代わりにユートとか出しちゃってもなんかあれバレなそうだよ多分分かんないし、うん、ギア一緒だから、そうちょっと縮んだかなぐらいもう空いたのかな、はい、空いてます、はい、じゃあとりあえず1本、まあ俺の追い取りの練習も含めて、はい、行かせてもらえればと思います、はい、はい、お願いします。お願いします。なんかこんな感じでこんなジャンプ台をね、こんなたくさんの人が飛ぼうとするなんておかしいですよ、スノーボードは。危ないですよ、何すごいね、これ並んでる人全部飛ぶんでしょ、全員飛んでるんでしょ、これはぁ、すごいなーって行く人いないんでしょ、危ないよねこれこれ早いよ、ちょっと早いです、あれただあれで角下だったってのはちょっと1本目の線届いたかどうか、いや微妙な、微妙なとこなんだ、えぐっ。じゃあ本当完全ノーチェックで突っ込んでいく感じなんだね。そうです、えぐいな、わかりました。まあちょっと、はい、アングルで
リップで一瞬キラが隠れたので、ちょっと私もその辺を考慮しながらもう一度行きたいと思います。これマジででも本当に隠れるようだとマジでちょっと俺追い飛びしなきゃいけなくなるからちょっと死ぬほど嫌なんだけど。ですね、音が入っていないという可能性がすごい出てきました。まあもう今入ってるんだけど、はい、一発目のバック18が飛びすぎてしまい潰されたと。そうですね。もう一発チャレンジ。もう一発。はい。そうですね。ちょっとそうだね。なんかが良くなかったと。そう、なんかが良くなかった。なんかが良くなかった。はい。はい。さあ来たぜ。1800をやるときキラキブラ、いやー惜しい。少し抑えたもんね。そうですね、うん、少しだけ。確かに3回目入るときあれちょっと遅いかなって思って俺も見上げてたから、やっぱちょっとぐらい転んでくんないとさ。なるほど。動画的にもあとそういうトリックじゃないから1800って。そうっすね、はい、はい、へいへいへい。さあ3度目の正直、いや君らバック18。でもあれでしょ、今途中でさ居場所分かんなくなった系。いやそうっすね。そうだよね、探したっす自分を。そうだよね、そんな感じまあには見えた、うんうん、そうなのでえ、なんだろう、でも別にメラン普通に立ってるもんな。そうっすね、インディーが突然メランになったから分かりづらくなったのかな。はい、はい、さあ今度こそ決めてくれ、集中集中。今までで一番惜しいのが出ました。いや惜しかったっすね。あれ今のにもう一工夫すれば。そうっすね、次はいけそうだね。はい、一工夫一工夫が俺には分かんないけど。はい、もういながらさ
結構見えるようになってきたから。バック18だとグイン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 で4回でしょ。さ、その3回目から4回目に入るときに、おお、そっから行ったらまずいってって思いながら追ってたんだけど、もうどうしようもなかったです。さあ、集中。ここ一本集中。俺も集中して撮るよ。さつきまだ上がってきてね。はい。いやーやばーやーばーやばいやばすぎる、クソやべえ、一番飛んだわ今、クソやべえやばー、すごい、遥か彼方に飛んでった、すげえ。じゃあどっちかもう飛び足りなかったんだね、きっとね、今までが。そうだわ、すごすごいわ。ありがとうございます。すごいっすね。いやー、よかったです。本当今までで一番飛んでったから。そうっすね。 俺も 今までで一番テーブルの減速減らしたのねなんだけど、なんであんな遠くに飛んでってんだと思って一瞬大丈夫かなと思ったけど、なんかバコーンと立ってたからすごかったっす。ありがとうございます、はい、こういう場面ぐらいでしかもう練習できないトリックに日々挑み続けなければいけないというね。そうですね、はい、大変な感じなんです、こういう選手っていうのは。あの、一言いただけますか、なんかあれば。おいおいヨネックス、おい鈴木、契約金をあげろ。あげてください。でごめん、でこれ来年あの俺がクビになってたらごめん。さあ、クローズがね、クローズが14時ということで、はい、このグローバルパークの入り口ちょうど今閉鎖しました。つまり完全なラスト1本で、彼は完全にラスト1本でメイクしたんだよね。土壇場に強かった。じゃあコーチ、はい、お疲れ様です。今日撮らせていただいたキラさん、最後の最後で、はい、決めたと、まあ、ものすごい飛んでったものすごい飛んだところで、はい、なるほど、はい、あの何か一言いただけますか。あ、やっぱり、はい、あね、本人もね、はい、俺は一発で決めれるようになりたい、あ、なるほど、そろそろ一発目で決めれるようになりたいぞ、なるほどなるほど、言ってたんで、やっぱまあその世界のレベルってのもどんどんね上がってるんで、はい、これからは、まあ、80スタンダードの時代が来てしまうのか、はい、というところで、まあ、そのね、ちょっと走りとしてちょっと頑張ってほしいです。ああ、そうですね、はい、ちょっと、キラ最後のパッパ、いやー、いやいや、めっちゃ良かったもん、マジで良かったよ。で、その後来んかったから、あれもう終わったのかなと思って、やっぱ決まったから、あのネットがね、決まった。ああ、そうなんや、ほんとのラス位置だった。良かった、危険かったからさ、でも上から見てる限りは立ったと思ってんけど、で、飛びすぎてまたジェットになったのかなみたいな思ったけど、いや、なんかね、逆だった、今までが足んなかった。映像で見れば分かるんだけど、あのね、死ぬほど飛んでったから、でしょでしょ上から見てても死ぬほど飛んでました。大丈夫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 みたいな感じだったから、すごかったよ、ガッツポーズも。いや、すごいっすね、はい、すごかった、お疲れ様です。いや、じゃあ、はい、じゃあ、あの、先生として、あ、先生として、はい、生徒に一言お願いします。いや、大会で、でも大会で決めた時より良、はい、かった、うん、まあ、今、完璧なやつだったね、完全に完璧だったと思う。良かった、いやね、すごいです。なんか僕ちょっと明日の大会のこと考えながら、はいはい、どうする8打つみたいな、スイッチバックにするって聞いたら、うん、いや8やりたいっすって言うから、じゃあやろうみたいなそれはもうやりたいやつやる方がいいっすよね。
まあでもここで立っといたのは明日の大会に す,、ねね、すごいいい弾みになりました。いいですね、めっちゃいいと、まあ、ということで本日のゲストはね、平木村さん。なんか大丈夫、大丈夫だよな、間違ってねえよな。コピー分身の術ということで、すいません、今日のゲストは、木村キラさん、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バックサイドのよーっ、みんなが愛した矢田部の人しー、ワッツォワッツォワッツァ、井口ドープでマジックなシックな命、バダラオ忍者でのジャンプサッション、どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り、業界沿った俺たちの気負い、井口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 